お忙しいところを集まりいただきましてありがとうございました。こういう形でのこういう記者会見、賛否あると思いますけれども、入院してから事務所を通じてコメントを発表するということも一つの手ではあるんですけれど、私自身それで私の真意が伝わらなかったり、あるいは、誤解を生じてもいけませんので、直接私の口からお話しすることによって、皆さんに理解していただきたいという気持ちで、集まっていただきました。で、最初に皆さんにお詫びをしなければいけないんですが、今年の1月から2月にかけて私が入院いたしまして、手術そして、退院したときにやはり集まっていただきました。そのときに私が発表した病名は、大変申し訳なかったんですが、嘘の病名を発表いたしました。でこれは、なぜかと言いますと、当時本当のことを言うことによって、迷惑をかかる人が大変に多かったということがありまして、私自身本当に心苦しかったんですけれども、いずれ折を見て本当のことを言うことができるときにはそれを言おうというふうに思っておりました。そしてまたそのときにあえて嘘をついたんですが、その嘘は許される嘘だと思ってつきました。ただこういう形で、こんなに早く本当のことを申し上げなければならない事態になったということは私は全く予想もしなかったことですし、非常に残念であります。今回は嘘をつくことによって迷惑をかける方々が非常に多いということで、本当のことを申し上げます。私が今侵されている病気の名前、病名はがんです。今年の1月の18日に胃の中央部にがんが見つかりまして、それは幅1センチそして非常に浅いところに見つかったということで、医師の診断では、早期がんであるということで胃の3分の2を摘出したわけであります。で、その早期がんを見つけてくださった先生は、アメリカでも非常に活躍をされている先生ですので、私はいくらアメリカで活躍をされていても私が日本人ですから、本当に助からないがんであれば、告白をされることはないだろうというふうに受け止めまして、治るんだという気持ちで、先生にお任せいたしまして、胃の3分の2を摘出いたしました。その後、順調に手術の術後もですね、順調に経過いたしまして、ご承知の通り退院後は元の仕事に復帰できたということなんですけれども、今年の5月頃でしたか、ちょうど切りました、傷のすぐ下のあたり、おへそのちょっと上のあたりなんですけれども、しこりを感じるようになりまして、これは先生にも相談したんですけれども、その手術をした時に縫った糸、これが、今ご承知のように体に溶ける糸を使われているそうなんですけれども、その糸が、何らかの、その異常を起こしてといいますか、体という組織は余計なものが入るとそれを排除しようというふうな力がありますから、それがその糸を組織がくるんで、固まったものではないかというふうに、その可能性があると。ただがん細胞である可能性もゼロではないということで、8月の12日にいずれにしても、これは、取った方がいいであろうということで、先月8月の12日にちょうど夏休みも重なりましたので、これはもう誰にも言わずに、その手術を受けたところにもう一度入りまして、摘出いたしました。で私はもちろん見てはいないんですけれども、3センチぐらいの、卵型をしたような塊だったそうですけれども、病理の検査の結果、がん細胞が見つかったということです。そして、摘出いたしましたので、大丈夫だと思うけれども念のために X 線照射で、叩いてしまおうというふうな、段階が来まして、その段階で先週の金曜日、
9月の3日ですか、別の病院の先生にも見てもらったらどうかということで、別の先生を紹介してくださる方がいらっしゃいまして、その先生に見ていただきました。でその結果、その先生の診断は、CT スキャンとエコーと触診での診断でありますけれども、この段階で X 線を照射することはマイナスであろうという判断で、このままこれを放置すれば年単位ではなくて月単位でがん細胞は蝕んでいくであろうというふうにおっしゃいました。私はその言葉をこのまま放置すれば1年持たないというふうに受け止めました。そこでそれを治療するためには仕事をしながらその片手間に治すということは不可能であると、逸見さんに決断をしてもらいたいんだけれども、戦う姿勢があるのであれば3ヶ月仕事を中断してほしいというふうに言われました。私は1年後に亡くなるのは本意ではありません。今から13年前にたった一人の弟を胃がんで亡くしております。おかげさまで両親は健在なんですが、もう一人残った息子までも同じがんで持っていかれるということはおそらく忍びないと思います。3ヶ月ここで休養して戦ってみようというふうに思いました。その先生にもし先生にお任せすれば治りますかというふうに聞いたんですけれども、大丈夫任せておけと胸を張って 100% 治ると言える状態ではないというふうに言われました。要は逸見さんの気力、そしてまあその先生たちのチームはもし私どもに任せていただけるならばチームとして全力を挙げてがん細胞をできるだけゼロに近い状態にするように努力すると、それは約束するというふうにおっしゃってくださいました。本当はちょうど9月ということですから10月の新番組あるいは特別番組で相当スケジュールは立て込んでいたんですけれども、それを片付けてから入院しようと思ったんですが、それをやると生きる可能性が縮まるということで、大変申し訳ないんですがテレビ局、制作会社あるいは CM 契約をしているスポンサー、私の関係している番組のファンの皆様、本当に私のわがままを言って申し訳ないんですけれども、ここで3ヶ月の休みをいただいて戦おうと思います。そしてこうやって皆さんに公表したということによって自分にこれからはがんと戦うんだということを言い聞かせる意味でも公表いたしました。くれぐれも重ね重ねお詫び申し上げますけれども、嘘の病名を発表したのは以上のような理由からであります。